皆さんこんにちは、ビールジェンの管理栄養士の堀です。本日は身長とタンパク質の関係についてお話ししていきたいなと思います。お電話のお問い合わせで保護者の方からご相談を受ける機会とっても多いんですけれども、周りの子に比べてちょっと小柄なんだけどとか、身長伸びるのがちょっと他の子に比べて遅いなみたいなお悩みを持ってる保護者の方非常に多いなと思っておりまして、そんなお話がある中で今回身長とタンパク質っていうところのお話をしたいなと思ってピックアップさせていただきました。そもそもこれを取ると身長がぐんぐん伸びるよっていうような栄養素が存在するのかと言ったら、これを食べれば身長が伸びるよ、体が大きくなるよっていうような魔法のような食べ物っていうのは実際存在しないっていうのが現実です。なんですけれども、体の成長をサポートすることはできるので、成長期の時期の栄養摂取っていうのは極めて重要になってきます。成長期の成長をサポートするためには基本はもう食事、あとは睡眠、運動、この3つが重要になってくるんですけれども、今回は栄養に特化したお話をさせていただきます。成長期の栄養摂取、何を心がけたらいいかなと言いますと、大きく言うとエネルギーの摂取量とかバランスのいい食事っていうのを心がけていただきたい。これはもう耳にタコができるぐらい聞いているかもしれないんですけれども、もうちょっと具体的なお話をしていきたいなと思います。成長期をサポートするためにタンパク質がどのような働きをしているのかというお話をしていきます。身長を伸ばすためには筋肉の成長と骨の成長が一緒に伴うっていうところが重要なポイントになってきます。筋肉は骨にくっついている、腱とか靭帯とかもあるんですけれども、筋肉と骨はセットだというふうに考えていただいて、骨がぐんぐん伸びていくのに対して丈夫な筋肉がついて成長していくというのが重要なポイントになってきます。筋肉と骨の栄養として重要な働きを担っているのがタンパク質です。骨というとカルシウムのイメージをお持ちの方が多いのではないかなと思います。骨の 60% ぐらいはカルシウムでできているので、もちろんカルシウム重要になってくるんですけれども、タンパク質も実は骨の材料になっていまして、約 20% はタンパク質から構成されています。筋肉の材料もタンパク質になっています。なので成長期の体作りにとって重要になってくるこの筋肉と骨の成長の両方にとって重要になってくるのがタンパク質になってきますので、身長を伸ばしたいなと思っている方はタンパク質の摂取というところも意識していただけたらなと思います。このようなお話から付随してよくお問い合わせでいただくのが、プロテインを飲むと身長が伸びなくなるんじゃないのっていうようなご相談だったり心配のお声もいただくことが多いんですけれども、結論から言いますと、プロテインを飲んで身長が伸びなくなるっていう心配は必要ありません。むしろ身長を伸ばす健康な体、丈夫な体を成長期に作るというところにはタンパク質が重要になってきますので、プロテインを飲むことが成長の妨げだったりだとか身長を伸びるのを阻害してしまうマイナスの働きをするっていうことはないので、その点をご安心いただけたらなと思います。原料は基本的には牛乳になってきますので、簡単に言うと濃い牛乳を飲んでいるようなイメージをしていただければご安心いただけるのではないかなと思います。ここまでのお話を簡単にまとめます。まず大前提として、これを食べたら絶対に身長が伸びるよっていうような栄養素は存在しません。なんですけれども、大人になる時の身長に影響してくるのは成長期の栄養摂取がとっても重要になってきます。その成長期の栄養摂取の中で特に意識していただきたいのがタンパク質になってきます。これは何でなのかというと、身長を伸ばす丈夫な体を作るためには筋肉と骨の成長両方にアプローチすることが重要になってくるからです。筋肉と骨両方の材料となるのがタンパク質になってきますので、大きくなりたいなと思っているお子様はタンパク質の摂取を心がけていただけたらなと思います。プロテインを美味しく食べるためのレシピも公開していますので、ぜひ合わせてご活用いただけたらなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。